吉田さん、お互いマニアックですね。まあ、私がね、心がけているのは。あの、やっぱりね、こういった。漫画とか映画とか、自分が楽しんだものを。まあ、感想を言うっていうか、アウトプットすることかなと思ってるんですよ。まあ、今までの中、まあ、宇宙戦艦、またりガンダムとかね、それから、こういう風な。漫画系もやってきましたけども。あ、これは狙った通り当たったなっていうのが、一つ大きなのがあるんですよ。それが、大草原の小さな家ですね。 いやあれはね1本しか動画上げてないんですけどもすぐに1万再生いって今5万再生ぐらいされてんじゃないかなで他にねあの大草原の小さな家のレビューをしてる人がいなくって個人のアカウントであのトップの3番目とか4番目とかまあ少なくとも10番以内に入ってるのって私1人だけでねあとは公式ばっかりなんですよこれはやったなと思いましたねでこれからものの小さな家の 208話あるんですけどもね1話ずつを切り込んでいけばますますまあその世界は制覇できるんじゃないかなと思うんですよただ作品が古いんでね作品が今更別に大草原の小さな絵じゃねえだろうみたいな感じがするんですけどねあれから「ハリー・ポッター」みたいな大作も出たしまあ大草原の小さな絵はね今見てくださる人はあんまりないでしょうねきっとね なんかリメイク版でも出れば別ですけどねリメイク版は2005年ぐらいに出たんじゃなかったかなと思ったんですけどもそれもあんまり知られてないっていうかやっぱりオリジナルののメンバーでやるかからこその作品だったんじゃないかないいと思いますまあまたどっかでねこれ世界的にヒットしてる作品なんで日本ではあんまり評判はあれですけどもアメリカの方ではやっぱ今でも当時の登場人物がバラエティとか出てってね思い出話とか裏話とかしてるみたいで受けてるみたいなんですよ。うん、まああの それぞれのね役者さんが今どんなことやってるのかちょっとよくわかんないですけどね、うん、私なりに私なりの気持ちで楽しんでいこうかと思いますそれじゃあちょっと出かけていきます。